から小樽選手と安井選手とロングキック壁当て対決をしたいと思います。内容としては順番決めて勝った人から蹴ってくる、次の人がそれより遠いとこから蹴る、どんどん置いてくんだけど、バンバンしたり的を外れたら負け、結構難しい。ロングキック苦手です苦手だ苦手だよねまあなんでちょっと勝負したいと思います。とりあえず最初はグッチグッ、はい、こんにちは。じゃあ2番で、これ辺からかな。まずは番号関係ない、壁当てればいい、だから全然簡単これはあかんやろ。あれ大丈夫大丈夫大丈夫、これは大丈夫だろ。お前こっから後ろやぞ、こっから後ろやぞ、はい、オッケー、はいはい、これですと嫌です。あれ大丈夫、それは行くよお前それは行くよ、これは行くな。誰が最後まで残れるかね、あの脱落してったね、はい、3人だから。あ大丈夫、よっしゃーよっしゃー、あぶねー、はい、ちょっと風もあるよな、そうそう、ちょっとある、ちょっとある、じゃあちょっとアンパに5年しようかな。おー、いいね、やべー、ここは攻めよう、ここは攻めよう。おおいい、壁当てればいいから、よし、ここ壁がちょっとあれだな。あーやっちゃった。え、これ失敗したら失敗したし、うん、同じとこやっちゃった。でも全員失敗したら、確かに、そう全員失敗したらもう一回。あこれいったんじゃ、いけ、短いか、いただいていきます。もう一回いきます。あこれ来たでしょ。うわー弱いのかね、弱いか、言っていいかな、私。あこれはいいかよっしゃ難しい、果たしたこういうこと、ああひどい、意外と難しい、この距離あんま蹴ることないから。あーこれ来たけど、うわー曲がってる、やべー、いやー風があるぞ、風が結構、あかん、なんでやばい、アウトにかかる、よしひどい、意外と難しい、これは来たら勝ちやもん。よっしゃ、これ来た、打ってきた、よっしゃー、よしこっち来たやろ、うわ、見つけー、やっぱり難しい、この距離、あーひどい、これはひどい、ボールひどい、行ってきます、よし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 、ということなんで、この勝負は俺の勝ちです。でもこの距離ね、マジで難しい、違いすぎる、練習だと。だからまあちょっと、もしもよかったらペナより5メートルぐらいかな、のとこから、まあ、こういう壁があったらチャレンジしてみてください。めっちゃ難しいから、ということでした、ありがとうございました、ありがとうございました。どこまで行けるかをやんないです。どこまで行けるかやってみる、難しいっしょ、ちょっと一回だけやってみる、あ、全然大丈夫ですよ。うわ遠いな、これは届くかな、そもそも、あーだー、全然届かない、やっぱり届かない、やっぱ伝えるチェックが違うな、やっぱ僕だ、うー上がるわ